マスヒロのうまいのなんの。うまいのなんののマスヒロです。実は先日発表になりましたミシュラン東京2024年版、皆さんもびっくりされた方多いんだと思うんですが、なんと3年ぶりと言われますが三つ星が一軒誕生しました。青空と書いて春高という、銀座にありますお寿司屋さんなんですが、実はこの春高が本名なんです。高橋、青空と書いて高橋春高って読ませるんですけども、実は彼は助橋二郎に12年もいて勉強されたんですが、その前は旭川で生まれ育って札幌のお寿司屋さん、有名なお寿司屋さんでお客さんの目の前まで行く直前に辞められたんですが、もう握れるぞっていうぐらいまで行ったのに、やっぱり日本一の寿司屋で勉強したいっていう気持ちで東京に出てらして、つてを頼って助橋二郎に入りました。で、入ったその日から実業って私印象に残ってるんですが、彼のことを見てたんですね。で、やっぱりお客さんの目の前で握れるぞっていう寸前まで行ったのに、助橋二郎で一から一番下っ端から修行をしてったっていう、ちょっと根性が据わってるなというふうに思うんですけども、その後いろんな出来事がありまして、まあ独立をされて、そこでもいろいろ二郎さんから のアドバイスを受けたりなんかして、着々と自分の足場を固めてったんですが、まさかこんな三つ星になるなんていうのはご本人も思っていなかったかもわかんないですね。で、今二郎さんのところでお寿司だけ、握りだけでしかやらないんですが、彼はやっぱり今主流になってるおつまみを何品か出して握りをいくと、そういう形で、まあ、完成度が高いというか、ミシュランが紹介した文章の中では握りはボレロのごとくって書いたんですね。ずいぶんミシュランもおしゃれなこと言うなっていうふうに思うんですが、まあ、ボレロっていう曲をご存知の方、だんだんクレッシェンドしていくっていうことなんですけども、まあ、そういう彼の握りはものすごく握りが素早くて形が綺麗で、いわゆる扇子を開いた扇の紙のこと、その形に握りなさいっていう正統派なんですけども、おつまみもいろいろ工夫して、独立するときに相当食べ歩いたらしいんですね。で、今でもきっと食べ歩いてて、日本料理屋さんに限らず他のとこからなんかヒントをおつまみの中に入れて、ちょっとおつまみが多いんじゃないっていう人はいらっしゃるほど、お客様にもっと欲しいんだったらお出ししますっていうようなことをやってらっしゃる。まあおつまみと握りのバランスを考えながら、2時間半ぐらい楽しませてくださる、まあ、この新しいやり方というか、おつまみを出して握りを出すっていう方が主流の中でも、特に春高さんがどんな風におつまみをこう研究されてるのか、もしくはその握り等のバランスをどんな風に取ってるのか、二つ星の時代でもものすごく混んでるお店です。人気店であります。改めて春高さんにお話を聞いてまいりましたので、ご覧ください。うまいのなんの。美味しくいただきました。高橋春高さんです、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ミシュラン三つ星、ありがとうございます。とんでもなくすごいことで、僕びっくりしたんですが、僕以上に本人がびっくりしたんじゃないかなと思って、はい、その通りです。はい、三つ星ってとんでもない実はレベルなんですけど、はい、私春高さんのお寿司は相当以前から食べてるんですが、東京に出てくる前のお話からちょっと伺っていいですか。はい、旭川の出身。そうです。はい、お寿司屋さんに入ったのは札幌の寿司店。寿司店、はい、入るきっかけはどういうことで入られた。札幌の寿司屋の本を何にも知らなかったんで見たりして、で、当時姉が札幌住んでたんで、車でちょっと寿司屋をいろいろ外からですけど見て回ったんですけど、どう見ても寿司店が一番いいと。立派だもんね、構えからして。はい、で、まあ書いてあることも素晴らしいから
いきなり電話して面接してもらってって感じです。ハルさん自分で電話したの？電話したんです。それまで別に寿司屋に興味があったわけじゃないんでしょ？まあなんとなくかっこいいかなぐらいの。かっこいい、はい、それやっぱり若いからかっこいいかそうじゃないかで仕事決めてた、うん、そうですね、うん、18歳ですからね。学校にいた頃はやんちゃ坊主だったっていうのを本人から聞いたことあるんだけど。間違いないです。勉強だっけ？勉強も好きではなかったですね。うん、まあ僕も勉強好きじゃなかったから、うか、こういう自由業みたいなのやってるんですけど、はい、好きじゃないかと言って、まあ昔で言うとグレちゃうっていうのがあるんですが、うん、はい、そのお寿司屋かっこいいなと思ったのはどういうとこかなんですかね。勉強も大したしてなかったし、手職をつけようかと思った時にその寿司屋いいなと思って、うん、それでそのまま今まで、うん、ました。でもお姉さんがなんかそういうところでお手伝いしてくれなかったらなってなかったかもしれない。そうでもない。うーん、自分で決めた、やっぱり。まあそうですね。さあ、それで私が伺ったところによると、お客さんの前まで出て握ることまではほとんどされてなかったんでしょう、寿司膳では。寿司膳ではそうですね、ね、はい。でどうして東京に出たくなったんですか？やっぱり東京が本場なんで、うん、その修行時代に見ときたいと。まあ、東京でやるとかは別に全然思ってなかったんですよ。そうなんですか。そこまでの知識もなかったし、うん、っていうか江戸前で本物で本場のところに行ってみたい。そうです、そうです。それでたまたま入ったのがね、次郎さんなんだけど、つてがあったんですよね。そうですね、うん、はい、で僕はだから高橋ひろしさん、はい、お手伝いっていうか企画作ってくださったね、と三河さんがつながってたあって、はい、それで次郎さんに入った。たまたまね、僕の記憶ではね、入った日から知ってるような気がしてたんです。僕はもうどうもね、この間次郎さんにお会いしたらね、はい、私が一番もう今や次郎さんの中の古いお客さんらしいんです。あ、そうですか。それくらいで、はい、12年いたっていうことでしたっけ。そうですね、はい。で次郎さんのとこだと、ほら卵焼きを焼かしてくれると職人さん扱い、うん、知ってる話で言うと、うん、ちょうどその春さんが卵焼き焼いてた時代はまだ握りでも卵を出してたし、あ、そうです。ほとんどデザート代わりにも出し始めてた、はい、それでなんかあれデザートとして食べちゃちょっと甘い卵だったと思うの昔、うん、その卵焼いてて砂糖の量なんか加減するのを春さんが考えて次郎さんに言ったっていうような、僕聞いたような話があるんだけど、今考えてっていうか、まあ、焼いた段階でこう見てもらったりはいろいろしてます。してた、はい、あ、まあ、もちろんダメな時もありますし、うん、でも今もうご飯なんか酢飯なんか握らずに、ね、卵出すのが当たり前になってきて、そうですね、うちでも全部そうですね。ね、それでじゃあ独立するにあたって、今の銀座の8丁目、はい、こちらじゃなくて、はい、並木通りのところで、はい、3階にお店、はい、もう今でも姉妹店ですよね。そうです、小春っていう名前で。そうです。ここもきっと混むんじゃないかなと思うんですが、はい、もうすでに混んでるお店なんだけど。いや、まあぼちぼち。それを3階に出すっていうのは銀座ではすごく珍しかったと思うんだけど、まあ、当時はそうですね。路面店じゃないとダメだって次郎さん言ったような気がするんだけど、はい、あ、まあ、でも当時は地下か1階とか、ね、今だったら6階とか、まあ、うちも6階ですけど ね、うん、でも当たり前なんです。上の高層階なんかもう銀座にしょっちゅうあるけど、当時はほとんど、まあ、少なかったのは少なかったですね。で初めの1年間何回しか僕通ってないけども、はい、いつも目真っ赤にしてたよ。確かにあまり寝てませんでした、ね、休みの日もなかった。いや、休みはあったんですけど。あったですか、はい、最初は結構2時頃まで営業したね、え、はい、で朝早く築地に行かなきゃいけないでしょ。そうです、はい、それ1年2年3年何年か続いて、いや夜中までやったの1年だけです。あ、1年だけですか、はい、いや、まあでも春さんのお寿司食べたらみんな美味しいから常連で、はい、で僕が三つ星の一報をね、柳家さんにお伝えしたらね、あ、うん、混んじゃって予約が取れなくなるねや、なんかおめでとうも何も食べれなくなるねが先だったんです。メール来ました。あ、メール来ました。はい、まあでもそういうふうに三つ星に今なってみて、うん、やってる仕事っていうのを初めお店を出してからは変わってないでしょ、基本は。そうですね、うん、多少味付けとかいろいろ変わってるところもありますけ けどでも一番大前提、酢飯がとても大事だっていうようなね。で、おつまみなんかは随分変わりましたか、初めと。あ、変わりましたね、いろいろ。
どんな風に、まあ、ちょっとずついろいろなんですけど、出し方とかも、うん、それは自分が食べ歩いててなんかヒントのもありますし、うん、はい、まあ、でも出しすぎるとお寿司が食べられなくなるからっていうのを考えながら作ってますけど、で頭の中で おつまみはじゃ あの今日召し上がりに来たってお客さんの中の、はい、食事のコースの中でどのぐらいの割合占めるんですか。つまみからスタートは今日だと8割ぐらいになるのかな。夜だからの方がおつまみから始められる。でも中には選んで3品だけとかの方も入ってます。握りをたくさん、あの最初から握りだけの方ももちろんいらっしゃる、はい、あ、そうです。そういう対応は全然問題ない。問題ないけど、あの初めての方だったら食べ方最初に聞いて、仕入れの関係があるんで。あそこお客さん風呂に入るとカウンター何人入るんでしたっけ。12席です。それをできるだけ自分が握ったものを出したいと今でも思ってらっしゃる。もう全部握ってます、うん、今やっぱりそれはお客さんの方の立場から考えるとっていう。そうですね、その通りです実は言うと二郎さんと一緒に東京中の、ね、はい、お寿司屋さん以外のとこ春田さんが独立する前に食べ歩いたじゃないですか、はい、ああいうのがやっぱり結構勉強になってます。いや、すごい勉強になりましたね。うん、感謝してます。二郎さんがね、はい、あの年になってでも食べたいっつって、うんうん、言ってて、やっぱりそういうのが勉強になったなりましたね。そう、自分で行けないような店なんで、ね、やっぱり当時は。そうですか、はい、あの、まあ、三つ星になるために何の努力したかって聞いたって、別に一生懸命やってるだけっていう風にそうです。未だにやってます。でもあの今年のミシュランに非常にうまいこと書いてあるなと思ったの。握りはボレロの、うん、あのラベルのボレロのごとく同じペースで淡々とだんだんクレッシェンドしていく、うん、ボレロっていう音楽は本当に同じリズムで同じ曲奏をあのフルートから始まってずっと最後全オーケストラでフルでバンっていくような曲なんだけど、なんかやっぱりそれを読んでて、ここで私が春高さんの握りを見てるのと、あ、こういう感じだなってすごくリズムがいい、うん、はい、とても大事ですか。まあ、大事ですね。食べやすいですし、ね、食べやすい、はい、うん、あとは握りで気をつけてることっていうのは、僕は、まあ、見た目もそうだし口の中のほどけ方もそうだし、うん、あとはほどけるようなシャリを作ってるんで、うん、そうすると周りは結構しっかりめに、そうするとお室の中から掴むとこからとても大事、はい、大事ですよね。1回で掴むでしょう、ほとんど。こういうような感じで掴みますね、うん、そうですよね、はい、で僕がやっぱり日本中のお寿司屋さんの職人さん握るとこを見てると、どのくらいの時間が、結構ね時間かけて掴むんですよ。お、それまでにリズムがない、うん、寿司棚のとこに置いて、春さんもおっしゃってたけど、親指でちょこっと崩して1回、はい、それから成形する。そうですね、うん、それはやっぱりあの完全に二郎さんから教わったようなことですか。自分が工夫してるところが、親さんもやってましたね。そうですね、うん、まあ、まあそれ見てて無意識になったのかな。でもあのこうただほぐすだけじゃなくて、たまにあのほぐれづらいところがあるんですよそう、全部じゃないですけど、うん、それはシャリがしっかりできてないってことなんですよ、うん、だからそれはもうやめちゃって、巣が綺麗に回ってれば同じようにほぐれるんで、その意味もあります。そうすると、やっぱり、シャリを切るっていうか、酢飯の状態が、握り寿司は一番気を使うっていうか、神経が。そうですね。うん。お魚も気をつかなきゃいけないけど、もちろんそうです。そのことをね、ちょっと忘れちゃってる節がね、寿司の職人さんもあれば、食べる方もこれ、お魚のことばっかり気にしてて、はいはい、酢飯のことをね、気にしないのいるじゃないですか。うん、だから、僕はミシュランが正当のお寿司屋さんにもう一回ちゃんと星を3つつけてくれたことが、はい、やっぱり江戸前の握り寿司のためには良かったかなと思ってるので、はい。はい、ますます春高さんの握りが評価されるように、陰ながらでも応援したいと思います。ありがとうございます。はい、また伺います、はい。はい、ありがとうございます。頑張ります。うまいのなんの、美味しくいただきました。ご覧のように春高さんとてもいまだに好青年っていう感じで、やっぱりお寿司屋さんって清潔感が一番大事だなと思うんですが、スックと立ってる姿がとても清潔感が溢れてて手際がいいし、やっぱり今のお寿司屋さんの憧れる存在かなというふうに思うんですよね。私のところに春高行きたい春高行きたいってもう突然増えて、私そうでなくても外国のお客様でも春高どうですかって言って、実を言うと相当先まで予約を取らせていただいてて、その人たちは万歳って、あの予約が取りにくいですが
やっぱり正統派のお寿司屋さんが今こんな風なおつまみと握りを握ってるっていうんで、ぜひチャンスがあったら行かれてみてくださいまし。美味しくいただきました。